ロマンス依存注文があってるな。ロマンス依存とは恋愛依存症の一つ、まあ恋愛依存症自体が別に医療用語でもなんでもないんですけど、あれ恋愛の中でもよりこう刺激の強めの恋愛に依存してしまうようなね、あの略奪愛だとか不倫だとか危険なロマンスに身をさらさずロマンスカーをめでる、それができる恋愛だ。ということで今回はロマンスカーミュージアムにやってきました。一回来たかったんですよね、夏休みが始まる前に。子供がいっぱいになっちゃうから。なんか年金のある電車がありました。中がすごく雰囲気が良くて、これは上りとかね。でね、このジオラマがねすごいんですよ。あの僕鉄道系の博物館行ってジオラマってあんまりね、あの興味ないんですけど、このジオラマはねすごいですよ。何がすごいかって、あの、まあ、今これ夜小田急線走ってるじゃないですか。これこの小田急線が走ってる向こう、これどこに向かって走ってるかっていうと新宿に向かって走ってんですよ。すごくないですかこれ。これ新宿駅です。だからこの小田急線だからね、新宿と小田原、なんなら箱根まで全部このミニチュア化してくれてるっていうね、まあ、多少デフォルメされてるんですけどね。これ多摩川で、町田で、相模大野で、手前に江ノ島とかがあって、海老名でしょ。でこれが、厚木、小田原、これが箱根湯本駅、これか箱根湯本駅で、なんならその先の、箱根登山鉄道の最終的にこのなんだっけこれ、芦ノ湖遊覧船のとこまでねっていうね、このジオラマ本当にすごいので、これだけでもですね見に行く価値はあると思います。ロマンスカーはですね、僕このロマンスカーが僕の年代世代ですかね。この朝霧ってこの御殿場に行くやつ僕あんま乗ったことないんですよね。2階建てなので、まあ、全部が2階建てじゃないんですけど、2階建ての車両もある。こっちが2階の車両になって、下の車両に行くにはこの階段を降りるっていうね。で僕知らなかったんですけど、こう下降りていくとですね、その下の車両の座席っていうのはこういう風になんか仕切りで仕切られて個室みたいになってるんですよね。半個室か。でこのロマンスカーは、結構僕通勤とかでもですね、町田とか海老名とか、それこそ厚木とかに住んでたので、乗ることもありました。この一番前の席っていうのはですね、ちょっとまた値段が高いんですよね。でこう先頭車両にですね、運転士さんの、なんだろう、運転士さんがその運転席に乗り込むはしごがあって、ここ開けてはしごが出てきて運転士さんが登って運転するんですよね。ここの部分ね、大宮とか、名古屋とか京都とかにある鉄道博物館と比べると、まあ、全然規模は小さいんですけど、沿線のジオラマは良かったですよね。僕小田急沿線に住んでたこと結構長かったので、心理的な距離が近いからっていうのもあると思うんですよね。全く自分と無関係のものよりも何かしらゆかりがあるものに人間は惹かれてしまうもんだ。だから行ってみたかったんですよね、ロマンスカーミュージアム。それで無理くりこうロマンス依存のお話であればロマンスカーミュージアム行けるじゃないかって、ほぼこじつけですよ。ほっとけよ。ロマンス依存ですね、恋愛依存症の一つなんですけど、一緒に暮らす中での些細な日常の一場面に幸せを感じるだとか、二人で穏やかに過ごすことが幸せとか、そういうんじゃないんですよね。ロマンス依存っていうのはもう本当にドキドキした恋愛にしか興味がない、その結果生きづらくなってしまうっていうですね、割と子供の頃にあったなんかトラウマみたいなもんが原因の一つだとも言われています。何でしたっけ、あの人、いただき女子リリちゃんね、あの人も子供の頃ですね、親から虐待を受けて生きてきた、子供の頃から誰にも認められずに、育ってきたわけです。こういう人ってですね、自己価値観っていうのがこう異常に低くてですね、自分は愛されるに値しない存在だみたいなことを思い込んでることが多い。その確認できなかった自分の価値とやらをドキドキした恋愛で確認するっていうね、穏やかな恋愛ではそれは確認できないんですよ、こうインパクト弱すぎて。そんで困ったことに虐待を受けてたせいで健全な愛情っていうのがわからない。だから長期的なその恋愛みたいなことができないんですよ。とにかく短期的にその場で自分を認めてくれる、自分を必要としてくれる人を
必要としている関係ばかりを追い求めてしまうというか、もちろんですね、虐待を受けてたみんながこういう風になるわけじゃないですよ。環境や相手にもよるじゃないですか。まあリリちゃんの場合それはホストだったんですけど、他にもですね、そのいろんな理由があって親密な関係を築くことに気づくことを恐れているパターンとか、ドキドキした恋愛をストレス発散に使っているパターンとか、まあ他にもいろんな原因はあるわけなんですけど、対処法としてはまあいろいろあるんですけど、ジャーナリングとかですかね、あの自分の感情をこう紙に書いてみるってやつ、15分だとか30分とか時間を決めて自分のいいところをどんどん紙に書いていく、そうすることで自己愛を育んでいこうっていう作戦ね。要はあれですよ、自分をナルシスト寄りに寄せていくわけです。そうすることで他人に依存すること自体をそもそも減らそうっていうことだ。ロマンス依存じゃなくてもですね、これ結構僕らの日常でも使えるライフハックなんですよね。紙に書くことで自分の感情を客観的に把握できるし、自分の感情に振り回されないってことは他人と健全な関係を結ぶことができるわけです。自分を愛する心が健全であれば他人に依存することなく自分自身を幸せにできる、それが自分好き。僕あのナルシストっていうほどじゃないんですけど自分好きなんですよね。ご覧になってる皆さんご存知だと思うんですけど、幸か不幸かですね、自分だけでも楽しくなれちゃうんですよね。僕刑務所とかに行っても多分僕ね大丈夫だと思います。奥さんとか彼女がいなくても強がってない。ということで今回はロマンス依存のお話とロマンスカーミュージアムに行ってみるというお話でした。この LPTV ではできるやつの考え方やテクニックを休み休みご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。